山頂雪降ってんじゃない？そんな感じですね。さっきもポツポツするんですよね。寒いな。おはようございます。おはようございます。どうもっす。今日はですね、極楽寺に来てます。その前にちょっとこいつができたんでちょっと紹介します。これはですね、チャプター2っていうメーカーのフラグシップのトアっていうロードバイクですね。トアね、フラグシップです。今はフルカーボンでオリジナルハンドルもあって、はい、まとまりがいい感じで、まあ、正直まだ乗り込めてないんで乗り味とかはどうも言えないですけど、今のところ最高です。おとついできたね。おとついできましたね。金曜日の夜できましたね。なんでちょっと、はい、今日もこれで登ってみて今の僕の状態をちょっと見ようかなってことになってますね。はい、特徴、あと特徴こだわり、はい、フラグシップにこだわりましたね。最先端のいいものをどんどん取り入れて。デュラエースじゃないけど、デュラエースは手が出せませんでした。50万円は高いです、はい、あでも今後電動のアルテグラ、ウィンウィン動いて楽しいですね。これであれとボタンもついてるんですか？これね、これ超便利です。そうなん、正直こんなんいらんだろうとずっと思ってたんですけど、うん、僕がいる環境にいなかったっていうことですね。なるほど。最近いる環境にいるんで。これ超便利です。このあのおすすめっす。そう、車重が8キロ。車重が8キロなんですよね、うん、ちょうど、うん、まあちょっと重いペダルとかつけてやってたんであれですけど、うんうん、軽いのもうちょい意識したら 7.8 とかは普通に狙える、うん、アルテグラでも、うん、一番驚いたのがあのムーツと同じ重量だったっていうところですね。ムーツ軽い。逆にムーツがすごい。ムーツすごかったっす。あ、デュラエースついてるんで、まあ、リムブレーキ軽いっていう、ね、そうですね、リムブレーキっていうのもあって、うん、そのリムディスクブレーキもちろんエンビですんで、えエンビを、あ、ホイールがね、ホイールエンビ、ディスクブレーキじゃなくてホイールエンビ、ね、これもあの市場で体感できますんで、はい、お店にぜひ来てください。インサート入り、インサート入りですね。全然インサートって感じはなんか全然しないです、うん、すごい乗り心地よくて、うん、ちなみに今日空気圧は前が 4.2 で、うん、後ろが 4.2 です、うん、ちょっと後ろの方が抜けるの早めなんでちょっと多めに入れてます、うん、抜けんねん。ちょっと抜けるっすね、1日2日でぴょこぴょこになっとったんで、うん、はい、ちょっとそこで、今日は目標タイムは、目標タイムは20分ですかね、とりあえず20分切りたいなと結果は上に上行ってとりあえず20分考えてます。村上君と同じこと言うと、まあ、とりあえずえ今までの自己ベスト何分やった？24分。あ、そうなん、それ何年前？3、4年前ですか、ね、お、最近や。なんでも上に行ってからお楽しみに。もうすでに戦いは始まってるんで。はい、とりあえず状況見て、はい、やっていきたいと思います。はい、じゃあ寒いから行きますか。ちょっともう寒いっす。はい、僕もストラバ入れて、はい、ケースが始まったんで、はい、行きましょう。行きましょう。ちなみに、はい、今日の体調はどうですか？今日は、ね、昨日ちょっとツイフトで頑張りすぎたのと、やっぱ金曜日の疲れが抜けてないですね。寝坊あれあの本番前の予行練習ですね。あの宮本もそうですし、新戦法もちょっとだいぶ進化が上がったんじゃん。だいぶ上がりましたね。7時半集合なのに気づいたら7時20分だったっていうのは。はい、極楽寺。あの今日の懸念点はあの西上さんが撮影しながらついてくれるかそれよ。ですか、結構しんどいで、あのギア重いんですよ、西川さん。いいマウンテンバイクでも結構しんどいわ。ちょっともう息上がってます。こんにちは。あ、こんにちは。撮ったんですね。大丈夫ですか？しんどい。僕もう2段階ぐらい上げますからね。これ、シミさんもやったけど撮る方も大変やで。そういう、シミさんの方が楽そうでしたよ。やめてた。どうすか、体調どうすか？体調もう万全ですよ。
ちょっと昨日の作りはちょっとあるけどもう余裕で、もしは西上さんの方がちょっと心配なんですね。あの、はい、置いてかれたらそのまま行ってね。タイムが重要やから。タイム重要ですかね。あの山頂でマントカントは降りてきてもらったらいいからね。それはぜひとも山頂だと。さあもうちょっとしたらシャドウがきついところかな。そうですね。よし、じゃあ一番山頂にありがたいところですね。はい、慣れてきたね。下方にスイッチがあってよかったね。そうですね。まあ、今重くしましたんで。重く重くしますよ。ちょっとやめときましょう。あの3歩進んで2歩下がった感じだったっす。楽勝そうやな。しんどいっすよ。しんどいっすけど楽勝っすよ。ここが過ぎたら余裕っすね。ダッシュやろ。ダッシュっすね。今あの遅いんじゃなくてガッシュに備えて溜めてるんですよ。今あのヒルクラインするときは上半がいいんですけど、しっかり体勢を起こして、まあ、あえて下半でいきます。こっちの方がスポーティーに見えるんで、まあ、スピード遅くても速そうに見えるフォームで。大きくってやるのがいいですね。何やったっけ、それ弱みスペダル。これは映える走り方ですね。ああ、映えてるわ。映えてます。あ、しゃあ、あ、いや。ちょっと疲れます。演技派やな。いや、演技派っすね。本当はもっと余裕なんですけど。ちょっと来ましたね、先が。でもあの11の34は強いです。11の3、前が52の36やな。はい、52の36と1、後ろが11の30です。16兆が問題とはなるんですけど、あれですね、それはちょっとレベルが低いですわ。いや、晴れたね。晴れましたね。景色が綺麗。暑いね。暑くなってきましたね。これで行きますね、今ちょうどいい感じですわ。もうすぐや。
ファンです、ファンです。さあ、これを曲がったら風、よかったよかった。はい、まあ余裕ですね。ちょっと今、はい、アクティビティに保存されてるんで、うん、ちょっと待ってくださいね。テンポあるの？あります、あります、うん、今日の感想はどうですか？今日の感想、帰りの前に、まあいい時間出せたんかなと思いますね、夜練の成果ですか？夜練の成果ですね。自転車がええんかな。夜練の成果ですね。いや死んだ。あ、出ましたよ、極楽寺 TT バイロ24分41秒まあ分かってないです。戦略っす。ここで僕が20分出してしまったら彼はどうなるか。あ、なるほど。やっぱあれですよね、あの精神的に追い詰められて、もう戦意喪失ですよね。24分、41秒、1分ぐらい下がっていきますね。まあ、彼は23分50何秒だったんですね。23分やったっけ。23分50、もう24分ちょうどぐらいですね。これより早いんや。これより早いんですよ、ただ僕はまだ隠してます、おう、まあ、あの目ざとい人なら気づいてるかもしれないです。おう、僕はあれですよ、ここまでずっとアウターできてるんですよ。わざと、わざと、もちろんわざとアウターできてるんです。ハンデ、ハンデ、でもあれ戦略です。あれじゃん、はい、軽いのってことは余計はそうなるんじゃん。いやいや、あの適切なギア比で踏むのが一番早いです。なるほどね。あの回転数が落ちるのね。回転数落ちて、あとちょっとお遊びが結構入ってるのと、あともうすでに息が整っているっていうの、確かに、ほんまや。村上さん見てますか？僕は本気です。あなたが汚い手を使ったなら僕もちょっと悪に手を染めます。そんな感じですね、はいはい。自転車どうでしたか？自転車最高ですね、最高って。まあでも確かにスパルタンですちょっとカッチリしますね。ただ正直重いギアをグイッと踏む自転車ではないです。なんか重いギア踏んで楽しいのはやっぱムーツさん、黒森、あっちの方がグニャグニャしんでこう、バネ感を楽しめるみたいなのあるですね。足が弱いってこと？じゃあ特性、特性が、あのカーボンはやっぱりちょっとあの反発力とかでってじゃなく、やっぱこう膝にきますね。ちょっと痛み出してる。硬い、硬いっす。ただ早いと思うっす、本気出したら。足がそれなりの人なら。そうっすね。これはちょっとまだ鍛えないと、まだこいつは進化しますよ。そんな感じで、なんか、あとあれっすね、このリア良かったっす。何？11の34。まあ、よかった。よかったです。じゃあ正直アウターだけで登れる。後ろしか使ってないもんね。後ろしか使ってないです。しかもここもちょっとだけ最後ここ使っただけで30兆でも問題なかったんですけど。なるほど。まあなんかあれですね、あるとあらゆるフィールドを攻める人はこれおすすめです。
あとアウターでなめぷしたい人あおすすめです。はい、じゃあそんなところですか。そんなところですかね。また、はい、なんか出していきますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、いや寒くなってきましたね。お疲れ様でした。お疲れ様です。下りですね。下りですね下りが怖い、はい、では、はい。